見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。触れられなかったもう一つの視点。日本軍の真珠湾攻撃は二度目の攻撃だった。時折ハワイで聞こえてくる主張だ。日米戦争の火蓋が切り落とされたパールハーバー真珠湾攻撃についてはこれまで日米で無数の論考がある。とりわけ攻撃の節目となる50周年、60周年、70周年などにはたくさんのパールハーバー論が出されてきた。テレビや新聞の特集も多い。80年を迎える今年もそうだろうし、10年後の90周年、そしてテロ年後の100周年にも話題になるだろう。しかし191年1月8日、日本時間とその前後の日米関係にばかり焦点が当てられることで、忘れられてしまうことも多い。パールハーバーの記憶は、どうしても191年1月8日の真珠湾という点に焦点が絞られがちだが、その攻撃の意味を深く理解するには、より広い時空の面で考える必要がある。例えばパールハーバー攻撃は日米の話だけではない。その攻撃は太平洋のもろに甚大な影響を及ぼした。その日以降、アジア太平洋島嶼で起きた様々な戦闘と、それが現地の人々にもたらした苦難の日々を忘れてはならない。パールハーバーは、グアム、香港、シンガポールの歴史など、よりグローバルな地政図の中で記憶すべきである。そしてパールハーバーの攻撃の後の、ハワイに住む人々の生活も覚えておくべきだろう。攻撃直後から戒厳令が敷かれ、住民の基本的人権が厳しく制限された。中でも日本からハワイに渡った移民とその子供たちには、敵国の出身者として疑念の眼差しが向けられ、逮捕され長く拘禁された者もいた。ハワイの人々にとって、パールハーバーは日本軍による時間の攻撃だけではなく、その後、年近く続いた戒厳令の日々でもある。本論ではこのような試みの一つとして、パールハーバー攻撃の根幹にまつわる話を紹介したい。つまり、そもそもどうしてハワイにパールハーバーというアメリカの基地があるのかという基本的な問いについて、ハワイ先住民の視点から考えたい。